ジグザグ編みの編地の閉じ方、絞り方を解説します。筒状に編んだものを直線的に閉じたり、丸く絞ったりする方法です。まずは絞り方から。ジグザグ構造を貫くように糸を通していきます。一周したら糸を引っ張って穴を閉じます。 さらにもう一周糸を通しておくと強度的に安心です。糸端は編み地の裏へ出して処理します。これで円形に絞ることができました。手袋の指先部分などに使えますね。次に直線的に閉じる方法です。ジグザグ構造のうち、 内側に向いた三角形部分に糸を通します。これを手前側と向こう側で交互に繰り返します。 するとこのように編み地を閉じることができます。伸縮性も損なわれません。ミトンの手先部分にはこのやり方を採用してもいいですね。以上2種類の編み地の閉じ方でした。ご視聴ありがとうございました。